身長ビヨン医師学科学生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の伸ばし方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは超大人気シリーズですね、身長先生に聞けのもう15番になります。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで15回目に迎えることができました。もう100回まで目指して頑張りましょう。今日はサプリメント身長伸びる可能性があるかっていうね、そちらの動画を先日上げさせていただいたんですけど、その中のコメント欄の中からピックアップして答えていきたいと思います。それで、ね、準備よろしいでしょうか。行きましょう。まず最初一つ目の質問です。 C さん、23歳でも身長って伸びるものなんでしょうかってことですね。いい質問ですね。まあもちろんですよ、一般的に言えばですよ、まあ、18歳ぐらいですね、まあ、身長っていうのは、まあ、伸びなく、まあ、なるというふうにですね、まあ、お伝えせざるを得ないんですけども、それをね踏まえてなんですけども、昔ですね、こちらの動画ですけども、18歳以降何センチ身長伸びるかっていうのですね、検討した動画もあります。まあそちらの検討の時はですね、まあ、大体 0.5 か1センチ程度かなというふうにね、高くてもまあ、1センチ程度しか変わらないんじゃないかっていうね、お話をねさせてはいただいたんですけども、まずそれがまあ一つの答えですので、まあ、そういった意味だと23歳が伸びたらなかなか難しいというような気もします。ただし一方でポジティブというか、歴史上の人物を紐解けばですけども、具体的にですね、まあ、世界で一番超高い人たち、具体的に言うとですね、ロバート・ワドローさんという方ですね。この方は1918年か1940年まで生きた方ですけども、この方は最終的に272センチあったそうです。で22歳ですね、お亡くなりになられたそうなんですけども、その亡くなる直前までですね、身長伸び続けたというふうに言われております。他の方ですとジョン・ローガンさん、1865年から1905年ですけども、この方267センチということで、この方37歳で、まあ、お亡くなりになられたそうです。その直前まで身長伸びたというふうな記載がございます。他の方ですとジョン・ F ・キャロルさんですね、1932年から1969年で263センチになったそうですけども、この方もですね、まあ、死ぬ直前までですね、身長がですね伸び続けたというふうに記載があります。あと他の方ですとレオニード・スタドニックさん、1970年から214年257センチの方ですけども、この方もですね、死ぬ直前までですね、まあ、身長がですね伸び続けたというふうな記載がございます。まあね、この記載から分かることとしては、まあ 100% 絶対に23歳で身長が伸びないというふうに言い切ることがね適切かというと、まあ、こういった事例もありますというところが一つの答えになります。ただし一方でこういった方々の共通する特徴としては、まあ、脳下垂体といってですね、まあ、脳の中にちょっとですね、まあ、腫瘍ができてしまって、成長ホルモンがですね、まあ、過剰に分泌してしまった状態ですと、まあ、こういうふうにまあ大きくですね、成人をですね明らかに迎えた後でもですね、まあ、身長伸びたというような記録があるのも事実になります。おそらくですけども、彼らはですね発端線というような表現であれば、おそらくもう最後の方閉じてたはずなので、まあそういった意味だったですね、まあ、ある意味こういったところからですね、何か発端線が閉じた方のですね、まあ、身長を伸ばすようなヒントがもしかしたらあるのかもしれないとかね、いろんなことでまあ推察もしたりもするんですけども、まあ簡単に言うとですね、まあ、23歳だと、まあ、普通は身長伸びないと思います。ですので、ね、私のクリニックですと、もう遅くても18歳0ヶ月までですと一応ですね診察を受けてるんですけども、基本的には23歳ですとなかなか難しいと。ただそういった世の中に、まあ、いろんな人が、ね、いらっしゃるよというのはね、まあ、参考になるかもしれません。次ですね、バールさん、すねの筋肉をグリグリ押すと痛いのですが、これはまだ身長伸びるというサインでしょうか。すねのここの部分のことですかね。どうでしょうかね、あんまり関係ないでしょう。はい、次 H さんですね、早熟になる原因について特集してください、肥満夜更かしなどってことですけども、これめちゃくちゃ面白いですね。これはですね、今回パッと答えるというよりはちょっと宿題という形でですね、次回ですねまとめてですねお話しするね機会をね設けたいと思いますが、しばしお待ちください。はい、次ですね、 B さん、乳歯から永久歯への生え変わりが早いと早熟、遅いと晩熟、もしくはその逆説がネット上でたまに見られます、身長先生どう思いますか。この質問ね超いい質問かなと思います。まあ結論から言うと、乳歯から永久歯ですね、生え変わりが早い人は単純に早熟っていう風な表現でいいのではないでしょうか。まあ、私ちょっとね歯医者さんではないので、もう一回ちょっと勉強し直す必要はもちろんあるんですけども、単純に骨年齢が成熟してくると、そういった歯のですね成長もおそらく促されますので、そういった意味だと単純にまあ永久歯の生え変わりが早い人は早熟っていうの表現でいいのではないでしょうかね。はい、次ですね、 K さん、出生体重と最終身長の相関関係について教えてほしいです。知ったところで生まれ変わるしかないですかってことですね。でこれもね超面白い質問だと思います。でまずはですね、簡単に一つねお勉強していただきたいのは SGA 制定身長症っていうね病名があります。これはどういうことかというと、お母さんのお腹の中にいる期間、在体周数に相当する、まあ、標準的な身長や体重が比べると、まあ、すごく軽い、そして小さい、まあ、簡単に言うと出生体重がですね、まあ、低い方に関して言うと
身長が低くなる可能性があるというような内容になってまいります。こういったところからですね、やはりある程度出生体重と体重身長は関係あると考えられる部分もあると思います。もちろんですね、標準の中での小さい大きいだとあまり関係ないかもしれないですけど、極端に小さい場合なんかは少しちょっと注意が必要というような表現ができると思います。例えばなんですけども、今回ね調べさせていただいたのが元メジャーリーガーの松井秀喜さんとかですね、明らかに高身長ですけども、松井秀喜さんなんかは 3960g でかなり大きかったというふうに言われてますし、同様にですけども大相撲の豪栄道選手なんかは 4380g ってことで非常に大きいことがよくわかります。こういったことからもですね、おそらくですけども、ある程度生まれた時の体重と体の大きさというのは関係があるというふうに思いますけど、いかがでしょうか。次ですね、 D さんチャンネル登録しました。質問ですが、すね毛や脇毛などが濃いと身長のみが関係あるのですが、濃いと飲みにくいとかありますかってことですね。これも、本当に面白い質問だなと思います。結論的に言えば、ある程度は関係あるのではないかなというふうに推測されます。私もですね、最近結構いろいろデータを、多くの、方に来ていただいてますので、採血のデータをまとめてこう見たりする機会もあるんですけども、そういったのを見てもやっぱりですね、男性ホルモンの分泌がかなり強い方の方が骨代謝が少しちょっと低い傾向にあるなという印象も受けます。血液中の男性ホルモン分泌が高い人が必ずしもすね毛が濃いというふうに言い切ることはできないと思うんですけども、そういったですね、いわゆる男性ホルモン分泌量が多い方と少ない方だと、おそらくある程度ですね、そういった最終身長にですね、影響があるのではないかということは推察されますので、少しは関係あるというふうに言えるのではないでしょうか。次ですね、ゆうさん、シャープペンの芯食べれば背伸びるのですか。さすがにね、それはさすがにですね、ちょっとこれ以上言わなくていいでしょう。はい、次ですね、 N さん、現在17歳1ヶ月です。16歳5ヶ月の時156だったんですが、現在 164.2 センチですということで、約半年間で8センチ程度身長伸びたという方ですね。こんなにも成長期遅れてやってくることありえるんでしょうか。また最終身長はどのくらいになるでしょうか。諸事情により病院で定期的に身長を測るので数字は正確だと思いますということですね。こちらのね、まずね疑問ですね。まずはですね、こういった非常に遅れて成長するタイプがいらっしゃるかどうかって質問なんですけども、もちろんそういう方がですねいらっしゃっても全然おかしくないと思います。おそらくですけど、この方の場合ですと、いわゆる性ホルモンですね、二次成長期と呼ばれるものが遅かった、いわゆる晩熟タイプで、しかもかなりの晩熟タイプだったという表現ができると思います。で、具体的に言うと、それがですね、最終的にこの方何センチになるかってね、病院で測ってらっしゃるということであれば、病院のそのデータがね、いろいろ多分採血だったりだとか、レントゲンがあると思いますので、そういったデータね、ぜひね直接見せていただくと、もちろん正確なお話はできると思うんですけど、このデータだけで見ると、おそらくですけども160後半から170もしかしていくかもなっていうようなところなんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。今日もですね、身長に関することね配信していきましたけど、いかがだったでしょうか。今後も身長に関することに一生懸命配信してまいりたいと思います。引き続きですね、よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。